大夫さん、はい、やっぱりカバー曲は安心だね。いやよくできてますよね。よくできてる。あの世に出ただけあるよ。実感しますよ、うん、なんか、いや、なんか聞く前とか、うん、じゃあこのコピーする前とか、はいはい、コピーってダサいですね。コピーする前とか、うん、いやあんま、うん、そんなかっこよくなくねとか思うんですよ。いざやってみると、うん、有名になったきっかけが分かる。分かりますね。だからかと、うん、こんなかっこいいんだみたいな。やっぱ世に出る売れるっていうのはやっぱり理由があるね、はい、絶対にあるよみんな、うん、だからもうさ今日も、まあ、十何曲セットリストここにあるんだけど、はい、あ次カバーだと思うと安心するな。確かに、みんなよく思ってくれそうみたいな、うん、安心ですよね。そうで、ダメだったらそいつらのセンスでいい。オリジナルのやつらの前提。そう、うん、なのでこんなの出してんじゃねえよ。いやでもまず都合いいバンドでよかったっすね。いやそれがそうだよ。思いついたらオリジナルやって、あ、そうそう、あとはコピーに任せて、コピーやって、替え歌のコピーで、う、うん、ほんで、はい、失敗してもライブ後誰も何も言わない。そうなんですよ、別に。確かに酔っ払って忘れるし。いや本当です。何も覚えてないですもんね。持ってないですよ。これいや楽しかったって終わりますから。いや本当だ。これだと髪の長くてひげ生えてるやつがいて宗教になるぞ。若干いないですけどね。若干いない、ね。そういう人はいないんですけど。伸びねえんだよひげが。伸ばしてんだよ。可愛いっすね。ひげ濃くないですね。伸びねえんだよ。てなわけで。まあちょっとチューニング。ああチューニングっていうのは大事って聞くし。様でしょうか。初めましてじゃないですか。え？何？殴られる。まさかの初。何？お前自分で自己紹介しろよ。こちらどうもあなたのハートにイロハニホヘの加藤ビリガンでございます。ハッピーニューイヤー。よく聞く、お笑いライブでもよく聞く。オープニングね。好調がね。はい、これだけお決まりで。あとはのたうち回ってるだけですから。シーズン開けました皆さん。開けたでしょ。それ開けてないよって方いらっしゃいますか。結構24っすよ今日。打ち明けてないよって方ね。そう、打ち明けてないよって方、うん、再来週だよって方いらっしゃいます。一番遠くから来たよみたいな。いや皆さん、私は今年の目標はですね、家の穴を全部埋めるということです。いやなんか聞いたっすよ。はいはい、こんにちは、どうも。お前とかもネズミとかもするんだ。そうですよ、ネズミがその穴から出入りしちゃってですね、今同棲してんでしょ、ネズミと。そうだから、どっちの名前を表札に出すかで揉めてるんですけど。本当にネズミの荷物の方が多かった。そうなんですよ、負けされそうなんですよ。だってあのネズミはヤクルト取ってんだろ。そうだ。おい金持ってんじゃねえか。ヤクルト1000って言ってたの。いいやつ手に入んねえ。コロナなんねえ。長生きしようとしちゃった。本当に。そうそうそう、だから気づいたらもうネズミが腹の上にいるとか。え、そうらしいよね。そうそう、怖いじゃん。許してない哺乳類がテルテルないに言うと怖いですから。別にあれでしょ、ちぎりをかわしてないでしょ。かわしてないでしょ。こうやって飲んでないよ、お互い。これでだってそこからなんかティッシュ動くんでもネズミかなって思うようになっちゃって。なるほど。で俺は風呂入るにズボン脱いだら自分のボロンと出てきたチンポネズミだと思っちゃった。錯覚しちゃって。ハッカスプレー塗っちゃったことに。本当に今のは嘘だな。本当。そこから眉毛太くなっちゃった。嬉しくなっちゃった。お前のネズミ見せてやる。失礼。四ツ谷アウトブレイク、ルートリアくらいありますよ。見せていいんだっけ。はい、いいところだった。そうだ、いいところでした。いいところでしょ。だって四ツ谷アウトブレイク、いや、このやつやります。競争だった。あんなに気使ってるのに。確かに確かね、アウトブレイクはね、はい、ホームページに書いてあったけど、人を殺さなきゃ OK じゃない。どんなホームページだ。どんなホームページだ。そんな加藤ミリガン先生、いやー、全日本プレス加工ですね、実は神のフィクサーでございます。はいはい、お名前何でしたっけ。いや、8テレビートさんでございます。
ンマンパンダかわからないけど、はい、こんなにいやいや来てくれるの待っちゃうだけだ。マジでありがたい。ありがとうな、いつも。本当に助かった。行っときたらドラムもやってましたもんだってね。ドラムもやってたし。何でもやってたもんね。多分ね、パン買ってきてってパンも買ってきてくれる。マジでしょ。いや、いい年でしょ。ほんとや、もう抹茶は47歳になったから。おめでとうございます。最近誕生日だった模様で、今日誕生日だったんです。おめえ、ハッピーバースデー。さあ、そして2代目、いや、何代目になるんでしょうか。全日本プレス加工の約3代目ドラムですか。まっちゃん入れて、まっちゃんさん入れて3代目ドラムでございます、はい、椅子の踊り子、奥さんと娘さんが物販とかやってる。物販、はい。上のお姉ちゃん来なくなったな。ついにね、やっぱりついに、ついにバレたな。この間上の娘売り飛ばしちゃったから。おー悪いよ。そんなに来られてんの。年頃かと思ったけど、多分気づいたんだよ。あのパパと一緒にバンドやってる人たち無職よって。さすがやっぱり子供の感は鋭いですね。鋭いそうですね。いやー、ごまかしに。いやーね、俺もね、足掛けもう5、6年、もうだって一番長いドラムですよ。ああ、素晴らしい。で12、3年に全日本プレス加工になって半分ぐらいもうちょっとでやれるから。イエーイ、はい、ありがとうございます。入ってくれたってのがやばい。一般応募だよ。ありがとうございます。往復はがきでね。もうそんなことご丁寧にご丁寧に。はい、そして、yeah。 全日本プレス加工のシンドリア、シンドリア担当しちゃいました。うわー、実は、ご覧のみんな何回もこのライブで言ってるかもしれないけど、バンドやりたかったら嘘つけばバンド入れるから。入れるから。弾けないのにこのバンド入ったんで。本当だ。はい。異性だけで。そういうことですよ。あとルックスでカバーすればどうにかなる。いや、だってほら加藤、俺も本当はこういうルックスになりて。あの、どう、こういうやっぱりロックに愛された体験談じゃん。俺、鈴木博光じゃねえか。まあ、あれもモップスもいいけど、まあ、昔のイメージかもしれないですけど、パッと見てドラムですもんね。本当だよ。だからスタジオ行くと、あの店の人があれあるじゃん、なんで荷物ないのみたいな。バカ野郎。ね、いろいろやってますよ。はい、楽しくね。はい、どうぞよろしくお願いします。